機嫌な番組ソニックスープラジオです。ソニックの全部が分かっちゃうよ。 I'm your host 司会のテイルス。テイルスチューバーどこ行った。今日はスペシャルゲストにエミーランスをお迎えしています。こんにちは。多分僕たちはソニックのエキスパートってことでいいよね。もちろんよ。思い出せないくらいたくさんの冒険を一緒にしてきたじゃない。その通りだよね。今日は新しいファンとコアなファンのみんなに、なんでソニックが特別なのかじっくり紹介していくよ。じゃあまず知らない人のためにソニックと出会った場所は、今からちょっと前に占いをしたらネバーレイクでヒーローに出会うって出たの。そしたらソニックが来て私をドクターエグマから助けてくれたわ。そこでメタルソニックにも会ったんだよね。ああそうよ。ドクターエグマンが作ったソニックと同じくらい速いけど、一生ソニックにはかなわないロボットよね。メタルは忘れよう。じゃあみんなの質問に答えていくよ。チャオは最高さんからです。ソニックはどこに住んでいますか？世界を旅してホームシックにならないよね。家持ってないじゃないかな。ノンストップで旅をして休憩が必要な時にキャンプしてるだけだと思うわ。まあ僕のラボにはよく押しかけてくるけど。テイルスはソニックの飛行機の整備をしてるし、ドアも開けてあげてるでしょ。食べ物もストックしてたりして。チリの缶詰とホットドッグは僕のじゃない。とだけ言っておくよ。じゃあエミ、次の質問いこう。これはナックルズ。番組用の名前とかはなくてただのナックルズから。ナックルズはいつも直接的よね。一人のソニックだけでも面倒なのに、なんでたまに二人走ってるんだ。っていうかエンジェルアイランドの通信速度って何ギガなのかな。それはいいから。多分この小さい子のことよね。でしょナックルズ。私はクラシックソニックって呼んでるわ。昔のスタイルよね。これこれ、こっちが今のソニック。なんで二人のソニックがいるのかって、これって結構複雑なのよね。テイルス、これについて調べてたわよね。なんでか教えてくれる？うん、ちょっと前の話だけど、ドクターエッグマンが過去の自分と一緒に古のタイムイーターという生命体を使って時空をめちゃくちゃにしたことがあったんだ。それで過去のソニックと今のソニックが協力してエッグマンと戦っていつも通り世界を作ったんだよ。そして過去のクラシックソニックとはお別れ、次元ポータルで自分の時代に帰ったんだ。あっさりとタイムトラベルしてくれちゃうよね。次の質問はこれだね。またアニナックルズか。おい、なんでみんな落ち着いていられるんだ。二人のソニックがありなら他にもっといてもおかしくねえってことだぞ。クラシックソニックの件はエッグマンが時空を歪めたから起こったケースでしょ。他にはもういないんじゃないかな。それはどうかな。時空なんて現実の構成要素の一部に過ぎないからね。多元宇宙を考慮すればソニックも無限に存在するかも。うわぁ、どんなソニックたちなのかな。多元宇宙、つまりマルチバースなら何でもありさ。大きいソニックや小さいソニック、四本腕のソニックや青い腕のソニックだっているかもね。あとはロックバンドをやっているソニックとか、ベースがサルでドラムがウサギで脱線はこのくらいにしてきましょうか。もっとあるのにな。どんな見た目でもどこの次元でもソニックがすごいことに変わりはないわ。その通りだね。テイルスいるか？なんか食べ物ない？腹減っちまって。青いギャングが来ちゃったし、そろそろ時間かな。今日は来てくれてありがとうエミ。こちらこそありがとう。それではまた次回のソニックスクープで会いましょう。またね。今やっつけたロボットなんだけど、お、これ食べていいか。そうそう、これくらいの大きさで。